紀子様は精神的に相当焦ってらっしゃるんじゃないのかなとおかしな行動を結構取り始めてるわけですよ紀子様全然笑ってないんですよ一般参賀で作り笑顔と呼ばれるスマイルですかオーウェイズスマイルですね発揮されてないわけですよ口角だけちょっと上がっててねすごく不気味だったわけですね 口角上げてもそれは笑顔とは別に言わないですから、それは口の体操です。胃腸の不調が続く紀子様の限界、お痩せになって、体調不良を入れ、公表の舞台裏、タイミングが悪手だった。専門家の指摘と国民の反発を。紀子様の限界と、そういうお話が出てるわけですね。ちょっとだけですけども、体積減ったな、みたいな感じはしましたけどね。気持ちですけどね。 おそらく精神的に結構追い込まれてるんじゃないのかな。さすがのメンタルが強い紀子様にとっても、お体が強いというか、紀子様もう全然公務を休まれないわけですよ。無駄に解禁だけが取り柄なんですよ。その紀子様が休み始めてる、何かが起こってるんではないかと。1月6日、暗い町は紀子様の体調不良を発表しましたと。とうとうガッタが来たかと。昨年末から胃腸の不調がま続いていったそうで、 今後の公務は体調を見ながら判断するとのことです。内視鏡検査では異常は見られなかったと。胃潰瘍とかじゃなくて精神が異常をきたしていると。そういうふうな意味ですよね。そして握手だったと。元日に能登半島地震が発生し、被災した国民の多くが衣食住に難儀しています。家族を亡くした方もいる中で、今こそ皇室の方々のお言葉や、 現地への問といいったお心寄せが求められているんですそんな調教官にもかかわらず回収費などで合計50億円とも報じられている豪邸で休養されていることに対して不満を覚える人は多いでしょう。偶の根も出ない正論です一方で天皇皇后両陛下は地震発表を受けられて迅速な対応をしていらっしゃると。やっぱり退避されてしまうわけですよね。被災者に寄り添う姿勢は国民から絶賛されて紀子様の間の悪さが浮き彫りとなりましたと。 また一部ではマサコ様とのスタンスの違いも指摘されているとマサコ様は退場方針を発症されましたけれどもその直前まで連日の公務をされていましたそうした経緯から病名が明らかになる前に体調の不良を発表された紀子様に対し国民からは早計すぎるとの声が上がっていますと紀子様は同情を書いたかったんでしょうね精神的に追い込まれている久人君の学力の問題であったり論文をかなり追求されている点 かなり聞いてると思いますけどね。論文って東大貼るための規模なわけですよ。紀子様の夢が終わるわけですよ。これで天皇家に勝てると教育方針を決めてきたわけですね。ものの見事に全部崩れるわけですね。このダメージ、この怖さっていうものは、本当に絶望感しかないでしょうね。幼稚園から計画してて、お茶の水倍率ものすごく高いわけですよ。国立でして、非常に人気がありますし。 かなり学力高くないと入れないわけですよ。それでエスカレーターで活かして定型更進学制度も作って新学校に入れてしまったと。今や筑波大学附属高校はなぜか偏差値ランキングが非常に高い状態で、東京都1位とかになってませんでしたそんなわけないですよね。なんでつく駒とか改正より下なんですかと。そこまでして、もう最終形態ですよ。この最終形態が論文だったわけですね。とんでもないダメージ食らうんじゃないのかな。それが一般参加の笑顔の 封印だったんではないのかなと思います笑顔すら出てこないキコ様の笑顔って防衛反応でやってるわけですよ日韓あ現代キコヒの大研究からねあの日本語喋れない子って仲間外れにされたりとか、まあ、するんですよねうまく適合するために愛嬌を振りまえとこうかと読まれたのがキコ様の笑顔なんですよねだから本心ではないわけですよ生存戦略としてやってるわけですよね 染みついてるわけですよ、幼少期の頃から。それで、未だに日本語が不自由だから。ミてコに会いました。はい、もう完成ですよね。紀子様は、媚びを売るとかも学ばれたと思うんですよ。日本語不自由だから。それがミてコにぶっ刺さったんだろうなって思うわけですよ。で、みてこ自身も、政子皇后が圧倒的エリートなわけですよ。しかもマ子コ様って媚び売られないですし、変なことされないわけですよ。 見てこことに媚び売らないですよね。そして正義感も非常にお強い方だと思いますし、あ見てことしては、もうこれは困ったもんだと。そしたら横に貴子様がいらっしゃるじゃないですか。貴子は聞いてくれるわけですよ、自分のことは。笑顔でね、あ、そうですか、そうですかっていうわけですね。すごく媚び売ってるのがわかるわけですよ。というわけで気に入られたんでしょうね。おそらく。なんか想像できませんその姿。僕見えるんですけど、映像で。 前回お会いした時と比べてお痩せになったように感じました。お会いしていなかった期間、秋篠宮家はいろんなことがありましたから、ご苦労なさってるんだな、と。秋篠宮家、情報をうまく操る傾向があるように感じられますと。それも見てこういうずりなんでしょうね。最近またやばい話が出てきて。悠人君の学力、加子様の別居、いまだ跳ねない。紀子様ののーズ愛子様人気も辛労に、と。これ恐ろしい話ですよ。 愛子様人気。これ嫉妬を超えて、新郎になってるわけですね。普通は、公式っていうのは、天皇家のサポートなんじゃないんですか年の宮愛子内親王殿下のご活躍は、公式にとっても嬉しいはずなんですよ。そうじゃなかったら困るわけですよ。それをされておらず、追い詰められるっていうのは、まずい状況がなく、こんだけ劣等感溜まってるんですね。劣等感というよまあ自己評価の低さであったりとか、他者との比較から生じる。嫉妬 生み出すすわけですよ紀子様って口頭にすごくすがってると思うんですよ年の宮愛子内親王殿下がご活躍された場合ですねこれが揺らぎかねないわけですよせっかくみ明け町して散脱した口頭が本来の持ち主に戻ると、まあ、手原元の元持ち主に戻るとい、まあ、うわけです紀子様ってすごいティアラ見せつけてくるような感じがするんですよねそれもやっぱり僕はね 次期天皇になるっていう高等の所有欲が非常に強いからその現れだと思うんですよ。もう失いたくないわけですよ。そういう不安とか恐れとかあるんでしょうね。国母になるっていう夢を失う恐れであったりとか、年寄や愛子内親王殿下に取られると思っているからこそ多分新王になるんだろうなって思うわけですね。おそらく。ある意味正常な人の心理ではないわけですよ。普通ね、助け合いじゃないですか。 それができないっていうのはかなり追い詰められてるのかなってすごく思うんですね。もう嫉妬の難解がかなり進んでいるんじゃないのかなと。進展すれば精神障害を起こすんじゃないのかな。例えば不安障害とか抑うつ障害とか妄想性障害とか妄想性障害なんて全然あると思うんですよね。嫉妬していると他者が信じられなくなってくるわけですよ。年宮愛子内心の殿下のご活躍がすごく嫌に思ってくるわけですよね。 国民の年の愛子内の殿下の評価も嫌になってくると思うんですよねもっと進んだら、年の愛子内親王殿下評価されてる人は私をバカにしてるのかもしれないって多分そう思ってると思うんですけど紀子様は。まあ実際そうなんですけど、<laughs> 結構その兆候みたいなものはあるんですよ。例えば皇宮警察に被害妄想をい抱いてましたよね。あなた方の誰かが話を漏らしてに決まってますとか。 兆候が出てるわけなんですよ誰かが話を漏らしたいこれも、まあ事実なんですけど、まあこれも <laughs> 事実なんですけど、多分、これも妄想って妄想ですよね。被害妄想ですよね。こういった症状が結構見え始めてるわけですよ。多分劣等感とか嫉妬から来てるんですよね。ただこれ異常な状態ですよ。で、佳子さまに嫉妬し出すっていうのが、もうかなり僕としては驚いて、ついに狂ったかと思ったわけですけども、ここまで来ちゃってるわけですよ。 相当ですよ、多分。相当追い詰められてると思いますね。割とやばいんじゃないのかなって思うんで、さすがにそうなると、もう紀子様がね、本当の意味で精神崩壊を起こしかねない、ぶっ壊れかねないと思うんですね。もう壊れてるかもしれませんけども、そうならないうちに自分のことをケアされる方がいいんじゃないのかな、すごく心配なんですよ、本当に。 皆さんもコメント欄とかで、紀子様お休みくださいとかね、すごい優しいと思うんですよ。優しいコメントいっぱいですよ。紀子様のことみんな心配してるんです。別に僕は紀子様のことをね、崩壊させようとか、ま、じめにも思ってませんよ。全身崩壊してくれたらいいのになと全然思ってません。ですから、休んでいただけたらと思います。で、公式として、ね、機能するようになってほしい。 公式の役目は天皇家のサポートです。それ以上でも以下でもないんです。あなた方が目立つことではないんです。今、嫉妬を抱いている時点で、心労を感じている時点で、その役目を務められてないことになるわけです、ね。もう限界なんですよ。状況としては。非常によろしくない。皇室としてもよろしくないし、嫉妬ってやっぱり暴走を生み出したりするわけですよ。秋篠宮家、それから紀子様が変な行動を起こすわけですよ。ご国民からしたらやめてくれと。 ににとっても大きななマイナスになるわけですね秋篠宮家にとっても損だと思いますので休みましょう思い切って外国からの返却をもてなす公式行事に出席されたのは初めてのことでした実は A 宮家ご夫妻も参加される予定でしたが紀子様は体調不良でご欠席ピンチヒッターとして愛子さま出席されたとケニア大統領夫妻とはケニアの公用語スワヒリコで挨拶される場面もあったその気品と優しさ 聡明スは元外交官の雅子様によく似ていらっしゃると関係者も驚いたそうですと。えー、一方で、紀子様の体調はまだ完全に回復されたとは言えないようですと話すとは皇室記者と。プレッシャーと焦りと責任感といろんな思いと診療がおりなんでしょう。つまり、劣等感と嫉妬。笑顔に力のない様子も垣間見られる時もあるようですと。やっぱり笑顔が壊れ始めてるわけですよ。画面割れ始めてるわけですね。23日の 天皇誕生日には元日の能登半島地震を受けて取りやになった一般参賀が行われ、いつもの紀子様スマイルが見られることを期待したい。え見られませんでした。紀子様スマイルは。<laughs> 残念ですね。紀子様のあの必殺技ですよ、ある意味ね。どんな状況でも笑ってた。口角上げるだけになってたわけですね。ヤフーの優しいコメント紹介して終わりましょうか。いや、もう体調が良くないときは、ご病気としてしっかり休まれたらいかがですかと。 これ優しいじゃないですか。皆さんね、気候のことを心配してるんです。久人の進学先も一般人以上に気を使う公務が多いだから、ね、ここに来て今まで公務であまり携われなかった子育てにきちんと専念されたらいいと思います。本当にその通りですね。今 愛子様が華々しくご活躍なのは病気で休まれていた分子供の愛子様の将来を見込んで寄り添われた雅子様の長年の下積みが結果として現れているわけです世の中いつもいつもしたいことが思い通り行くわけではありませんそういう時こそ第一線からは離れてじっくりと自分を見直すことも大切ですよね離れられたらいいんですよそして自分がやってきた今までの数々の悪行と愚行に関して 見つめ直して、水でもかぶって、えー、反省されていただきたい。そして、生まれ変わってきてください。それするまで出てこない方がいいです。それができないならば、多分国民はあなたの方向を向いてくれることはもう二度とないと思いますから、休みましょう、思い切っ,って、3年ぐらい。はい、以上ですね。それでは皆様、ご一緒に、地下室お疲れ様でした。もうずっとね、休んでもらっても構いませんから、はい、以上です。じゃあ、地下室、バイバイ。